一ノ瀬さん、その人は。この人は D クラスの綾野浩二くんで、もしかして彼氏。綾野浩二くんはね、私の。ただの友達だ。一ノ瀬、誰かに告白するってそんな生優しいものじゃないだろ。毎日のように悶々とした時間を過ごして、それでもできなくて、喉元まで出かかった好きの言葉はなかなか出てこなくて、お前はその子の必死な思いに応えないといけないんじゃないのか。ま、俺が言うのもなんだけどな。あ、話終わったみたいだな。うん、私千尋ちゃんを傷つけないことばかり考えて逃げようとしてた。間違ってたね。明日からはいつも通りにするって言ってたけど、できるかな。二人次第だな。今日はごめんね、変なことに付き合わせちゃって。いいさ、たまにはこんな日があっても。綾野浩二くんに借りができちゃったね。